たったいまー。おかえり。やべ。まゆみ、悪かったな。今日、約束ドタキャンしちゃってさ。ふん。すまん。悪かった。ごめん、この通り。知らない。そういえば、スカートだったっけ？買うとか言ってたよな。気に入ったやつあったか？全然。そう。お兄ちゃん。はい。で、なんで待ち合わせすっぽかしたわけ？ことと次第によっちゃ、ただじゃおかねえんだがね。いや、それが、桜井さんがさ。この間の電話の人？うん。彼女がどうしてもって言うから断れなくてさ。それで、一緒に映画見に行ってたんだよ。何それ？映画だったら今日じゃなくたっていいのに。いや、それがさ、そいつ、超わがままな女なんじゃないの？お前だ、彼女はそんなんじゃねえよ。そう。じゃあ、悪いのはお兄ちゃんってわけね。っていうか、今日最終日だったらしいんだよ。で、前より無駄になっちゃうっていうし、お前との買い物なら別に明日でも今日でもいつでもできるけどさ。何よそれ、すっごいムカつく。まゆみ、お前も俺の妹だったらさ、ちょっとはブラザーの幸せを願ってくれよ。何よブラザー、その女もしかしてお兄ちゃんの彼女になったってわけ？うん。でへへ。なんつうの、もう時間のもんだって感じ。そうなんだ。へえ。でも、その女、趣味悪い。こんなクソにいけないから、どこがいいんだろう。なんだよ、それ。だって、お兄ちゃんのこと好きになるなんて、絶対変わってる。その人、すっごいドキンガンなんじゃない？おい、まゆみ、いい加減にしろよ、お前。ふんって、何よ。せっかくスカート買うのやめて、お姉ちゃんが欲しがってた Wii U 買ってきたのにさ。でも、別にこんなもんどうでもいいよね。彼女できた人には。いや、それとこれとは。さて、もう寝ましょう。そんなこと言わないんですよ。お兄ちゃん、まだ貸してあげると言ってないよ。そうだっけ？もう。いつも自分勝手だよね、お兄ちゃんって。自己中。その性格直さないと誰も嫁に来てくんないよ。ちょっと、聞いてる？おお。何それ？かわいい。それすっごいかわいくねー。ね、お兄ちゃん。くそー。いや、すっごい。これ超ベリーめっちゃ面白いかも。ねえ、お兄ちゃん、まゆみもやってみたい。こういうことか。なるほどね。ちょっとお兄ちゃん。買ってきたの、私だからね。高かったんだから。ちょっと待って。もう、お兄ちゃん。何すんだよ、お前は。やらせてって、やらせてよ。お前な、リトラーになっちゃっただろ。へんで、ずめえ。たくま。何それ、どうやるの？ねえ、ちょっと教えてってば。ひねくれた人には教えられないね。じゃあ、まゆみ素直になるから。またまたお前信用できないからね。なんで？そんなことないもん。さ、お兄ちゃん。ね、まゆみね。さっき、ちょっと言い過ぎちゃった。ごめんなさい。ったく、しょうがねえな。許してやるよ。やだもう。何すんだよ。あと、それとね、お兄ちゃん。何？まだ何か言うことあんの？あのね、まゆみ、お兄ちゃんの恋ね、ちゃんと応援してあげるからさ。うん。おいおい、マジかよ。お前がするのだと、かえって不気味なんだけど鳥肌立ってきた。ちょっと何よそれ、せっかく人が折れてやってんのに。折れてやるって、なんだそりゃ。あんたは死ぬほどムカついてんだから。ああ、そうっすか。でもね、どんなに彼女ができたって、お兄ちゃんの妹は、まゆみだけなんだからね。バーカ、何当たり前のこと言ってんだよ。当たり前だけど、でもそうなの。だから、我慢してあげる。ムカつくけど。はいはい。ったく、変なやつだな、お前は。変なやつは余計。ああ、はいはい。でも、お兄ちゃんのことだから、どうせまたすぐ振られると思うけどね。うっせえな、余計なお世話だよ。あへへへ。ああ。まあ、ゆみ、お兄ちゃんと結婚できたらよかったのにな。はぁ？何言ってんだお前。別に。ほんと、変なやつ。ロミオ、ロミオ、ったくどこ行っちまったんだロミオのやつ。あいつのことだ。案外先に帰っちまってもう家で寝てるんじゃないか。そうだな。じゃあ俺たちも帰るとするか。ああ。ジュリアット、ああ、どうして家になど帰れよ。心はまだここにあるというのね。一目でいい。もう一度姿を見たい。どうかあのバルコニーに姿を現してくれ。ああ、ジュリアット。僕の願いが手に届いたのか。ああ、ロミオ。どうしてあなたはロミオなの？なぜ私たちはモンタギューとキャビュレット。敵同士の身の上なのかしら。何か言ってる。何と言ってるのだ。ああ、ロミオ。いっそ、あなたがモンタギューの名前を捨ててくれたら、それが無理なら、せめて私のことをラブだと誓ってほしい。そうすれば私がキャピュレットの名前を捨てることもいとわないのに。おう、ジュリエット。どうしよう、また聞いてようか。それとも声をかけようか。バラの花を他の名で呼んでもその香りは変わらないのに、モンタギューの名を捨ててもあなたはあなただわ。何の香りもない。ああ、何がモンタギューよ。名前が何だっていうの。たとえロミオが名を捨ててもロミオはロミオのままなのに。だからロミオ、どうかその名前を捨てて、そしてその代わりに私の身も心もさらっていって。では、さらっていきましょうか。その言葉のままに。たった一言、僕を恋人と呼んでくれたら、そうすれば僕はもうロミオではなくなったって構わない。私の内緒事を聞いたのは、名前はないんだ。たった今、素手だから。ああ、その声は、ロミオ。なぜ、どうしてここに。あんな高い位置書きをどうやって。恋の翼で超えてきたんだ。ああ、ダメよロミオ、そんなことをしたら。どんな鉄壁も恋も遮ることはできない。恋は発すればどんなことだってあえてするもの。たとえ君の家の人たちでも僕を止める力は持たない。けどもしうちの者に見つかったらあなた殺されるわ。見つかりっこないさ。誰にも僕たちの邪魔はさせない。でも大丈夫、夜のマントが僕をハイドしてくれるから。けれどもし君が僕を愛していないというのなら、いっそ見つかって憎まれて殺されたい。愛されない苦しみにもがきのたうつよりずっとマシだ。誰がここへ案内してくれたの？いや、誰も。恋があんな役さ。恋がここを訪ねてみると、言ったのも恋なら、知恵を貸したのも目を貸したのも恋。恋は船乗りではないが、僕だったね。ごめんね。セリフを間違えたのさ。その先の浜へも冒険しよう。今が夜でよかった。え？だって私、今、頬が真っ青になってるはずだもの。ジュリエット。ねえ、ロミオ、私のこと、嫌い？そんなわけないよ。好きだよ。本当に？ああ、あの月に誓って。月？月はダメよ。なぜ？月は欠けたり満ちたりすぐに形を変えるでしょ。あなたの愛がそんな風に移り気に変わってしまったら嫌だもの。ならば何に誓おう？あんちゃん。いえ、誓いなんていらないわ。でももし誓うのなら、こんなにも愛おしいあなた自身に誓って。では僕の全てに誓う。僕の命にかけて。ああ、だけど嬉しいけど、でもやっぱりダメよ。でも私たち会ってまだ何時間も経ってないのよ。こんなの稲妻みたいに突然すぎる。無分別すぎるわ。ごめんなさい。待って。あ、君の気持ちを聞かせてくれ。 Let's hear。 そんなの決まってるわ。お嬢様。好き。あ、ババアだわロミオ。もう行って。あ、ババア、今行くわ。ねえロミオ、本当に私のことが好きなら結婚してくれるなら、明日使いのものを行かせるから、いつどこで式を挙げるか返事をくださる。そしたら私はこの世の果てまでだってついていきますから。おう、わかったよ。はーい、今行くって言ってんでしょババア。でももし本気じゃないのなら、今行くって言ってんでしょうが。その時はきっぱりのことはあって、私は一人で泣かせてんで。じゃあおやすみなさい。おやすみ。恋人に会いに行く嬉しさはまるで下校する子供の心、そして登れば仕方なく学校に行くあの思い。ジュリエット、僕の恋人、僕の心の証。おうや、必ずマリーしよう。ここはお江戸の八百八町。将軍様に献上するかんざしを決めるための職人の腕比べの話で、城下はいつになくにぎわっています。何でもかんざしを作ることになったのは桔梗屋と三好屋とか。けれど桔梗屋は出来上がりを見分する悪代官の黒崎景雄と裏で結託していたのです。おお、桔梗屋。待ちわびておったぞ。ささ、入れ入れ。はあ。ちまたはすっかりご近所の腕比べの話で持ちきりのようじゃの。ええ、町の者は皆祭り騒ぎが好きでございますからね。しかしそもそも腕比べ自体できるものがどうか。で、桔梗屋。三好屋の方はどうなっておる？はい。三好屋には跡取り息子があるのですが、これが手前どもの鳥羽に、それと知らずに出入りしておりましてね。ほほう。さては、店の金をしこたまつぎ込んでおるわけか。ええ。いかさまば口とも知らずに、哀れなやつじゃ。ま、すべてこちらの思惑通りに進行しておりますことよ。いつもながらまったく大した手腕じゃの。つくづく敵にを回したくない相手じゃ。これは恐れ入ります。ところで、お主、例のものは持参しておろうの。もちろんでございますとも。ならば、早く見せんかいボケ。じらしてないわ。おお、いえね。何せこの品を手に入れるのはなかなかの骨折りでしたもので。おお、そうか。これが、はい。名刀、アルテムウェポンにございます。この、ずっしりとした手応え、凄みのある輝き、まさに、聞きしに勝る名刀。いや、名刀じゃ。早速切れ味を試しに出かけなくては。いえいえ、お待ちくださいませ、いちご様。近頃はお上の目も厳しくなっております。ほどほどになされた方が。ならぬ。こやつは今宵人の生き血を吸いたがっておるのじゃ。致し方ございませんな。いちご様にはかないませんね。では、お出かけになる前にもう一つだけお納めいただけませんか。なんじゃ。これはほんのつまらないものでございますが、黄金色の東京バナナでございます。おお、これはまた。よく八重洲口の駅で見かけるあの東京バナナじゃな。手前どもが滞りなく商えますのも、ひとえにこの東京バナナの力添えあればこそでございますから。とかくこの世はバナナがいるでのを心得ておりますとも。ですが、その見返りに、三好屋の件は何とぞ吉名に。無論、分かっておる。いや、待てよ。待て。いっそ、三好屋の主をこのアルテムウェポンの2にしてくれるというのはどうであろうかの。おいや、そりゃまた説教だ。しかし、そうとなれば、手前としても、黒崎様がお出かけになるのをお止めするわけに参りませぬな。桔梗や、お主もつくづく、悪よな。いやいや、何をおっしゃいます。黒崎様には到底。わっひゃ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 。そうそう。バイザーウェイ、桔梗屋。近頃面白い話を耳にしての。お主に一つ。無心をしたいのじゃが、聞いてはくれぬか。手前に融通できることなら何なりと。三好屋の一人娘、千代とか申す娘な。何でも噂によれば、稀に見る器量の良さとか、ボンキュッポンとか。いやいや、さすが黒崎様。いつもながらお耳も早くていらっしゃる。お主ならば、その女、ここへ連れてくることなど、簡単じゃろ。千代という娘。ぜひ一度じっくりと、味わってみたいものじゃ。かしこまり。手はずは整えます。かしこまり。細工は隆々。仕上げをごろじろか。ひゃ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 。何やつ。ちゅうか肝を冷やしたわ。桔梗やお主もお上にけどられぬよう重々ケアフルは承知いたしております。